皆さんこんにちは、トレイントリップです。こちら本日は JR 東日本の大宮駅にやってまいりました。本日はですね、ここから、上野駅にね、本日用事がありますので、行きたいと思いますが、ちょっとね、大宮から上野まで現在ね、ラッシュの時間ということでですね、なかなかね、混雑をしている時間帯なんですよね。なので大宮と上野というね、短い距離なんですが、まあでもそれでもね、30分ぐらいね、25分ぐらいの乗車がまあありますからね、こういう時グリーン車を使うっていう人もいるかもしれないんですがですね、なんと本日ですね、これグリーン券をね、いじくりまして、こう上野駅まで乗りたいのでですね、上野までいじくりますと、なんと上野まで780円と出ているんですね。ちょっと高いなと思いましてですね、そしてこのホームを見てみますと、なんとこのホームの横からは、あちら奥の方から何やら普通列車とは違う特急列車のようなことが、お、来た来た来た、さあこれです。なんとグリーン車より、780円のグリーン車よりですね、なんと安く住める方法がなんとこれなんです。実は普通列車のグリーン車より、この特急列車の自由席の方が安いというわけなんですよ。これがね、素晴らしいですよね。これなんでこうなるかというのをね、説明したいと思いますが、まず先ほどグリーン券売機をね、いじくって780円と出てきましたが、あちらはね、どういうことかと言いますと、こんな感じに表になっていましてですね、この大宮駅から上野駅というのはですね、50キロ以内となっているんですね。そして本日は平日ということになりまして、この表を見ますと、平日そして50キロまでだと、この丸の通り780円となっていますよね。先ほどね、いじくりました料金と同じなんですが、しかしなんで特急の方が安いかと言いますと、本日乗ります特急の正体は、ズバリ特急草津号というね、名前の列車なんです。群馬県のね、方から遠く果てからね、来たこの特急草津号の自由席の料金をね、見てみますと、こちらがですね、JR 東日本の特急列車の料金ということになっているんですが、この下のね、現在丸になっているこの自由席特急料金、そしてこの JR 東日本のところを見ますよね。そうしますと、この上の欄に50キロまでと書いてありますよね。この区間の JR 東日本の自由席料金は、なんと520円と書いてありますよね。そう、なんと、この表からね、まとめますと、なんとこの大宮上野間の50キロ以内の距離であればですね、普通列車のグリーン車は780円、それに対して特急列車の自由席は、この50キロ以内だと520円、なんとですね、260円もの差があるんですよね。これは得じゃないですかね。なので大宮上野間などこういうね、50キロ以内のところというのはですね、特急が走っていればの話ですが、特急の B 特急料金の自由席であれば、グリーン車よりね、安く移動することができるんですよね。なので本日これを使っていきます。それではね、普通列車グリーン車より260円も安いというね、ちょっとね、もうね、よくわからない状況なんですが、しかし安いということでですね、なんと普通列車よりね、まあ、少し早い特急列車に乗ることができるんですよね。それではこの特急草津号の上野行きの自由席に本日乗車していきたいと思います。さあ、そしてこの列車のですね、なんと座席がこんな感じになっていまして、まあ、居住性というのはですね、普通列車のグリーン車と変わらないんですが、まあ、あれがね、普通列車のグリーン車ちょうどね、反対側にいたので、まあ、ああいう感じなんですね。まあ、座席自体というのはね、そこまで変わりはないですが、しかし普段とはね、違う椅子をね、味わえることができます。それではこの特急草津号は上野駅に向けて大宮駅を発車していきます。この先、浦和、赤羽、そして終点の上野というね、埼玉新都心や奥駅などの駅はね、通過していくという形になっております。それではこのね、651系という車両のね、この特急草津号の座席紹介です。まず、まあ、こんな感じで座席背面にはですね、背面テーブルがついています。まあ、このテーブル自体というのはですね、普通列車グリーン車の方がでかいかもしれません。そしてまた網ポケットがついていて、またね、左にはこんな感じでリクライニングのやつもついています。結構倒れるんですよね。さあ、そしてこの列車のですね、最大の特徴はこんな感じで、窓がね、すっごい大きなね、感じになっていますよね。とてもね、ワイドビューです。そして座席自体というのはこういう色になっていまして、
なかなかね、これ豪華な座席ですね。座席というね、体がね、フィットする感じのね、座席となっていてですね、とても乗り心地がいい座席です。この特急草津号に使われているこの車両、とても古い車両なんですがですね、全然ね、古さを感じません。さあ、そして列車は浦和駅に到着したところ、ここからですね、次は赤羽に止まって、そして次は終点の大宮と、停車駅は少なくなっています。さあ、そして列車はこんな感じ、京浜東北線のね、車庫の横を軽々と通過していきます。まあ、このね、帰宅ラッシュという時間ですからね、まあ、あんまり車両がね、いないですね。さあ、そして車内はこんな感じ、特急草津号の自由席はちなみに、1号車と2号車のたったのね、2両しかありませんから、繁忙期などはですね、なかなか、立ち客も出るぐらいのね、混雑が見られますよ。しかも、草津号は本数が少ないのでね、まあ、なかなかね、乗れる機会はね、少ないのかなと思います。そして列車は荒川を渡って、ついに、埼玉県から東京都へ移っていきます。京浜東北線のね、列車と並走しています。今ですね、この今車掌に映しているのは、まあ、こんな感じで住宅街を走っているわけですが、現在ですね、車掌右手はですね、現在奥駅を通過しているところです。こんな感じでちょっとね、駅は見えないんですが、現在ね、駅を通過しているところとなっています。そして、ギリギリにですね、こう車掌の右側をね、見ますとこんな感じ、奥車両センターがね、見ることができます。たくさんのね、機関車や列車が止まっていました。そして列車は山手線の鶯谷駅あたりを走りまして、まもなく終点の上野駅ということになります。大宮駅からですね、だいたい25分ぐらいでしたかね。とてもあっという間なね、時間でした。というわけで上野駅に到着です。このね、上野駅はですね、懐かしの地上ホームに16番線にね、到着ということになります。さあ、というわけでですね、本日は大宮駅から上野駅まで、普通列車、グリーン車よりですね、安く移動できる区間というのをね、本日やってまいりました。まあ、この草津号ね、非常に本数が少ない列車ですが、ぜひ皆さんも時間があった際にですね、530円というね、まあ少し、まあ、お高いという人もいるかもしれませんが、普通列車、グリーン車より、安いのでですね、ぜひ乗ってみてください。というわけで本日はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。